皆さんこんにちは、ここにですね、僕が行った今回はセリーグだけでした、巨人、ヤクルト、阪神、また中日ですね、カープの方も帽子いただいたんですが、ちょっとこれは知り合いにちょっとあげまして、まあこの4つの帽子を、まあ、前に置きながらこの7泊8日の沖縄のキャンプリポート、まあ、総括的にですねお話ししていきたいなと思うんですけれども、今回はですね、6チームの新戦力を中心にちょっと探っていきたいなと思います。こうやって、改めてですね見て感じたのはですね、ドラゴンズが新戦力っていう風に考えるとですね、一番これ多いなという気がしました。去年故障で出られなかった田中美希也選手、今のところ順調に来ております。そして中田翔が入りました。そして、現在はまだ育成ですけれどもショートを守っておりましたロドリゲス、彼ももしかすると支配下選手に登録されるかもしれないというところですね。そして、外野では三好、リカーソン、そして、故障で出遅れておりますけれども上林、こういう選手がいます。非常に野手陣の新戦力的な人が多いということですね。そして投手陣を見ますとですね、まあ、根尾君がピッチャーで行くということでね、はっきりしましたね。そして梅津、今年は戦力になりそうな気配です。そして大野選手もそうですね、これ梅津、大野、根尾、みんな先発候補ですから、去年まあほとんど戦力になってない人たちが今年は戦力になりそうだということですね。そしてメヒアは去年は途中から出てですね、8ゲーム先発投げて3勝1敗、防御率が 2.23 というね、これもう本当に安定したピッチングをしておりましたので、このメヒアが開幕からローテーションに入ってくるとなると、かなりレベルアップになっていくんじゃないかなと思いますね。中継ぎでは梅野が入ってますね、ヤクルトから。こうやって見るとですね、ドラゴンズの戦力補強、これはここ数年にないかなり大きな補強をしたなというふうに言えると思います。そして DeNA ベイスターズ、ここではですね、僕はカープ戦で2イニングを投げたこの松本涼斗投手、名城大からドラフト2位で入ったピッチャー、このピッチャーが目立ちましたね。そして野手ではですね、もうドラフト1位で入りました渡来龍樹選手ね。この渡来選手はですね、本当に性格も明るい、僕もお話しさせてもらいましたけれども、もうハキハキと、一言目がですね、父がお世話になってますと言われました。このね、もう礼儀の正しさも驚きました。まあこの渡来選手はですね、いい戦力になるんじゃないかなと思うんですが、あとはですね、ちょっとこうこの選手っていう風なところが見当たりませんでした。この選手いるじゃないかという方おられるかもしれませんが、まあ僕の勉強不足もあってこの辺りになりました。そして一番ちょっと厳しくなるんじゃないかなと思ったのがヤクルトスワローズなんですね。監督ともお話をしまして、まあ今年は高橋、奥川、この2人のね、若いピッチャーに頑張ってもらわないと困るっていう話をしてたんですが、その中で奥川選手がまた故障ということになりましたので、これは厳しい。そして、先発候補で、外国人取ったヤフーレ、この選手も現状今のところはですね、あまり高い評価ができないという状況ですね。あとの新戦力というのがちょっと見当たらないということになると、スワローズはちょっと苦しいなというのが現状の評価です。そして、広島カープ、ここはですね、野手2人変わりましたね、レイノルズ、シャイナーというこの2人の野手、この2人の出来次第ということが一つは言えると思いますね。新井監督とお話ししてまして、2人とも使えるとなれば、レイノルズをサード、そしてシャイナーをファーストで使いたいと、そういう話をしておりました。そしてもう1人、若い選手が出てきましたね、田村俊介選手、彼はやはり、レギュラー取りそうですね、この、まあ、ジャパンにも入るということですから、一気にこう出てきた選手、この田村選手は非常に見てて楽しみを感じました。あとはピッチャーですね、床田、栗、森下、大瀬良に次ぐピッチャー、この辺りにどの選手が入ってくるのかっていうのが、まあ、カープの見どころ、まあ、いろんな候補はいっぱいいますね、野村、森、アドゥア、外国人、
この辺のピッチャーもいますので、その中から2人ぐらい出てきてもらいたいな。そうすればローテーションがまあ組めるということになりますのでね、まあこのカープの方はチーム編成としてはうまくいったかなという感じではありますね。あとジャイアンツはですね、西舘というね、このドラ1のピッチャー、これもローテーションに入ってきそうですね。そして菅野が今のところ状態がいい、この辺も明るいものがありました。そしてタイガースから入ったケラー、ババですね。この2人はジャイアンツの方が勝ちゲームで投げるチャンスが多いんじゃないでしょうか。僕はいいトレードになったなという気がしますね。そしてあとは外国人のオドーア、この選手がですね、どれぐらい活躍してくれるのかっていうのも大きなポイントになります。そしてもう一人、松原がですね、これ今年は多分復活するんじゃないかなと僕は思ってます。ここ数年ね、そんなに、チャンスを与えられなかったので、結果を出すにも出せなかったっていうことも言えます。そういう点ではですね、今シーズンまた松原選手のですね、良さが一軍で見られるんではないかな。この辺が楽しみになりましたね。タイガースではですね、ゲラ、彼の出来がどうなのかということと、門別岡留というこの2人の若手ピッチャー、この2人がですね、やはり今年は一軍の戦力になるなということを感じました。こうやってずっと見渡すとですね、楽しみが増えますね。一番不安なのはスワローズ、ヤクルトスワローズがちょっといいものが今のところ見当たらないというところで、去年ドラゴンズとゲーム差なしの5位でしたけれども、20いくつかの借金をしてたチームがですね、今シーズンやっぱり補強がうまくできなかったとなると、やっぱり今年のスワローズの評価は低くなるんじゃないかな。今度またね、オープン戦を見た中で岡藪タオで3人でまた順位予想すると思いますけれども、現状はですね、もう僕の見立てではやはり一番苦しいのがスワローズかなっていう気がします。そして DeNA ベイスターズ、渡来選手、松本亮斗選手、生きのいい選手は入ってますけれども、今永バウアーのこの先発2人が抜けた穴、ここがですねかなり大きいので、ここを補えるかどうかっていうのがですね、大きなポイントになると思いますね。あとカープはですね、このレイノルズ、シャイナー、この2人がですね活躍してくれればかなりいいバランスで戦っていけるのかなという気がしてますね。あとジャイアンツもいい感じで来てますよね。阿部監督と話をしてまして、出てきた8人の先発ピッチャーの名前、高橋礼投手も出ておりました。こういう中でですね、期待通りに活躍してくれればいいんですけれども、調子が出ない、あるいは故障が出たということになっていくとですね、そんなに分厚い投手陣ではないんですよね。特に先発投手陣はね、そのあたりがちょっと不安ではあるなという気がしました。タイガースはこのオープン戦、金土日3連敗を食らいましたけれども、それでもですね、やっぱり他の5チームと比べると戦力的には上かな、厚みがある、1人2人もし故障で抜けてもですね、やっていけそうな、選手層だなという気がしました。今日梅野選手と話することができました。開幕までには間に合うと思いますというふうにね、明るく言ってくれましたので、その辺はタイガースファンの人たち、安心してもらえればというような気がしました。そして、サンケイスポーツの中でですね、森下選手と、今日はゆっくりと対談をさせていただきましたけれども、なかなかバッティングの方をしっかり考えてやってるなという気がしましたね。去年の最初の頃、ちょっと体から離れたところから振ってたんですが、それをこう体の近くを通すようにできてたので、考えてやったのか自然にそうなったのかなと思って聞いてたらですね、やっぱ本人意識してそういうようなスイングをしているというようなコメントをしておりましたし、去年左ピッチャーの打率の方が右ピッチャーより悪かった、インサイドの速い球と外への抜き球、これをですねうまく打ち崩せなかったところ、これをなんとか今年はですね対応できるようにいろいろ今考えている途中ですというようなことを言ってました。その辺の細かいところはまた新聞の方でご覧いただければなと思います。さらっとですけれども、この7泊8日の沖縄キャンプ取材、僕が見てきて
感じた部分、特に、新戦力になりそうな選手をですね6球団取り上げてみました。またこれからね、オープン戦がどんどん展開されていきますので、その都度この YouTube で喋っていきたいなと思います。こんなところです。